皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブギブです。今週もまた始まりました。パーソナリティの伊藤直弥です。今週もお付き合いの方、よろしくお願いします。もう沖縄は5月のもう中旬に近く差し迫って、ゴールデンウィークも終わって、もう真夏盛りの頃だと思うんですが、今日の対談もその暑さに負けないぐらい、とっても暑い方を今週もご招待しております。はい。我々は関東で撮影はしておるんですけれども、普段からですね、ズームだったり、リアルでお会いして、いろいろお互いの事業をこう理解して、深めて、高めていく活動をやっています。今日はですね、社会保険労務士の方をお呼びして、その方の、まあ、プロフィールだったり、その社会保険労務士として、こう、どのように世の中に貢献していきたいのか、っていうところを、ちょっと深掘って、聞かせていただく場と、なればと思っております。はい。じゃあ、ご紹介します。千葉県の、市川市っていうところで開業されてます、社会保険労務士の田尻様にお越しいただきました。田尻様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。お忙しい中、我が番組までお越しいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、早速なんですが、はい。田尻さんの、自己紹介をはい。お願いできたらと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、わかりました。はい。はい。今ね、ご紹介いただきました。千葉県で社労士をやっております、田尻と申します。はい。じゃあ、私、まあ、簡単にね、自己紹介させていただきますが、私はね、助成金活用人事コンサルタントというね、肩書きで仕事をしております。で、まあ、ちょっとしたね、具体的な内容なんですけど、特にスタートアップベンチャー企業ですね。まい。はい。はい。はい。あ、会社のですね、採用とか、まあ、定着、まあ、育成ですね。そういった人事労務の課題をですね、こう、まあ、国の助成金を活用して、まあ、こう、実質無料でね、解決しましょうというね、そういった活動を行っております。実質無料ですか。はい。まあ、後で種はあるしますけども、ああ、なるほはど、い。なるほど。はい。で、まあ、なんでね、私がこの活動をしてるかと言いますと、私自身もね、以前、あるね、スタートアップ企業ですね、まあ、立ち上げの企業にいたことがありまして、で、その時にですね、もうスタートアップですかね、もう何もない、状態と言ってもね、もう人もいなくて、お金もなくてと、体制も整ってて、まあ、そういったね、もう始まったばっかりの会社をですね、なんとか、こうね、人をどんどんね、増やしていきたいというね、まあ、事業自体は好調だったのもありましてですね、で、なんとかいい方法ないかということで、思いついたのがね、その助成金の活用だったんですね。はい。で、それを駆使して、いろいろね、まあ、試行錯誤をやった結果ですけど、最終的に、まあ、その会社に、まあ、10年ほどいたんですけれども、最終的にね、スタートアップから従業員数が100名程度ですね、売上で20億ぐらいの規模までね、こう、大きくできたという、はい。そうすごいじゃいう、ないですはい。か。なんとかね、そういったね、成功事例がありまして、まあ、その時に非常にこう、助成金制度っていうのはやっぱね、そういったスタートアップの企業に特にありがたい制度だなということを実感しましたもので、で、やっぱこのね、経験ノウハウを、まあね、このね、もっと多くの会社に伝えたいなということで、まあ、独立しまして、まあ、今ね、活動を行っていると、そういった形でございます。独立のきっかけをね、今語っていただいたとは思うんですけども、もともとお勤めの時に社会保険労務士の勉強をされて合格されたですね、らいです実か？はちょっとまあ、今の話は、その結構、もうちょっと先の話になってくるんですけど、その元々のきっかけはですね、私は具体的な会社名も言っちゃっていいですかね。全然いいです。はい。いいで、範囲であれば。まあ、百貨店のね、マルイという、デパートですね、にちょっと、駅おのいそおばいっの、て書くあ、んそうですそういうね。です、そうですね。まあ、ちょっと、沖縄の方はご存知ないかもしれないんですけど、関東とかね、まあ、関西とかね、まあ、今、福岡とかにも出店はしてるんですけど、そうです百貨ね。店なんですけどね、そちらの方に勤務を、まあ、大学卒業して、まあ、入社をしまして、はい。約13年ほどそちらにいたんですけどね。はい。で、非常にこう、まあ、最初はこうね、丸い、例えば錦糸商店とかね、まあ、そういったお店をね、池袋店とか、まあ、店舗勤務をしていたんですけれども、池袋はい。行ったことありますよ。いたわらさ、昔。今、はい、池袋ちょっと今なくなってしまったんですけど、残念ながらですね。はい、もうそっ今、か、そっどんどん時か。代が変わってましてですね、そういうふうな状残念況でなんすですね。そうでね。すね、行くとね、今ね、もう、建物もなくなってると寂しいんですけれどもね。はい。はい、そういった状況の中で、まあ、いろいろすごくね、ジョブローテーションというかね、移動が多い会社でして、で、ある時ね、丸い川崎店っていうところが、まあ、今もないのかな、なんですけど、
ですね。はい、そこの店舗の中のそのね、総務人事担当、ちょっとなぜか異動になりましてですね。あ、店舗の、なるほど。店舗の、そんで、まあ、店舗とはいっても社員で200人ぐらいいまして、あと、はい、取り先から、こうね、まあ、いわゆるテナントの、まあ、ショップのね、あの、社員さんとかもいっぱいいまして、だいたいお店でやっぱり、ざっくり、もう100名ぐらいのね、規模の、まあ、そういった店舗だったんですけど、あ、100名は、ごめんなさい、全部で1000名ぐらいですね。あの、もういろ、そう、いろんな人が、出たり入ったりするんですね。ああ、なるほど。はい。そこの、まあ、こうね、総務人事担当ということで、まあ、結構ね、すごい、こうね、なんていうんですかね、裁量もやったりとかね、いろんな、こうね、いろんな仕事がありましてですね。はい。それで、そこの時に、いろいろ社員さんから質問を当然ね、受けるわけですね。総務とかです。人事のね、はいはい。そんで、全くそのね、知識もなくてですね、まあ、これはちょっと勉強しないといかなと思って、そこで、実は、勉強しようと思ったら、社労士という資格のことを知りましてですね。なるほど、なるほど。はい、で、ちょっとそこから勉強を始めたっていうのが、ちょっと元々きっかけではあるんですけども、ね。ああ、はい、そうだったんですね。そうですね。はい。っていうところだったんですけど、またその後でも、そのままずっと人事やるかというと、またね、この商品部でバイヤーやったりとか、いろいろね、まあ、ちょっとね、まあ、それはもう、しょうがなかったんですけど、で、ちょうどね、ある時、2003年ぐらいの時なんですけどね、はい、はい。と、丸いって、その、デパート事業と、あと、カード事業ですね。エポスカードっていうのが、ね、ありましてですね。はい、はいはいはい。当時はまだね、赤いカードだったんですけど、はい、そこが、で、そのキャッシングっていうのがやっぱ収益の柱だったんですね。そのカードのね、まあ、手数料とか。はい。なるほど。で、その、法律の改正でそのキャッシングの利率がですね、当時はちょっとグレーゾーンが広かったんですけど。なるほど、なるほど、なるほど。ありましたね、ってね。それが一気にですね、ちょっと下げなきゃいけなくなっちゃいまして。ああ。で、それで、で、こう、そうすると利益がもう大きく吹っ飛んじゃうじゃないですか。うんうん、で、そうするとね、もう結構それですごく、会社としては利益がね、たくさん出ていたんですけど、それがなくなっちゃうことになりまして。なるほど、なるほど。それでね、会社としてはこれはもうリストラだっていうことになりましてですね。それで 95% の、ほぼほぼ、正社員全部ですね、ほぼほぼの方が、子会社に転籍、片道切符で転籍になっちゃったんですよ。95%。もうみんな、もう、子会社に、ね、もう敗戦がらみたいな感じになってしまいまして、もう、あとはその子会社で、もうね、お給料も下がるし、みたいなことを言われまして、なるほど。それはちょっと、このまま残ってもちょっと厳しいかなと思いましてですね、うん、そこでちょっとこれはもう転職しようという話で、うんうんうん、まあね、まあちょっと、まあ30、当時4歳だったんですけどね、まだ子供も小さくてですね、ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、はいはい、まあもうこれはちょっとね、このまま残ってもつまんないだろうなと思って、ちょっと転職を意識しましたというのがありました。なるほど、なるほど。それでスタートアップの会社に変えたっていう。ね、ごめんなさい、もうワンクッションありまして、ちょっと長くなっちゃうんですけど。あ、で、はいはい、でその後に、はい、じゃあ転職でちょっといろいろ見せたらですね、ちょうどおもちゃの宝ってね、今、タカラトミーなんですけどね、おもちゃメーカーのタカラが新規事業でね、こう、小売業を始めるっていうね、話がありまして、まあ、ちょうど小売業の経験者をね、まあ、求めてるってことだったんで、ちょっとね、まあ、ご縁がありまして、そして転職をしたんですね。そうだったんですね、はい。はい。そういうことがありまして、まあ、今もある、東京の日本橋っていうところにね、まあ、コレド日本橋っていうね、大きな商業施設、ちょっと来まして、はい、そこに直営店の店舗をね、300坪の、ね、大きなお店を、まあ、ちょっと出店をすることの新規プロジェクトに今入ったわけなんですね。ああ、そうだったんですね。はい。はい、で、はい。で、ちょうどね、入って、まあ、すぐ立ち上げをやったんですけど、はい、非常にね、大成功しまして、実はそこはですね。素晴らしい。はい、もうなんか、テレビとか取材とかいっぱい来ましてですね。はい。はい。王様のブランチとか、そういうの出たりとかですね、結構話題なお店だったんですね。なんかったんですね、はい。おもちゃで、おもちゃメーカーで、宝ってチョロQってことです。チョロQっていうメーカー、はい。はい。はい。懐かしいですね。懐かしいです。はい、あれをですね、実はね、おもちゃじゃなくて、もう実写版で、電気自動車にしちゃってですね、乗れるようにしちゃって、面白かったんですけどね、それをQカーっていう名前で売り出して、そのお店で売ってたりとかね、そんなこともやったりしたんですけど、そしたらすごい話題になりまして、はいはい、で、結構ね、もうお客さんたくさん来て、すごく良かったんですけど、で、じゃあ、2店舗目、3店舗目、どんどんね、増やしていこう、みたいな話、社内で盛り上がったんですけど、ちょうど1年ぐらい経った時にですね、なんかおもちゃメーカーって入って分かったんですけど、こうね、やっぱヒット商品が出るといいんですけど、出ないとすごい厳しくて、こう、なんていうんですか、ネットね、ギャンブルみたいなのもありましてですね、で、そうしたらですね、なんかその時、ちょうど1年ぐらい経って本業のね、おもちゃは全然ヒット商品が出なくてですね、なるほど。いろんな在庫が膨れ上がっちゃって、もう経営難に落ちちゃったんですね、ちょうど。そうですね。そこで同じ業界の、
トミーさんにね、吸収合併という形になりましてですね。ああ、なるほど、なるで、ほど、なるそれほど。で今、宝トミーなんですけれどもね。はい、はい。はい。それで、そしたら、そのね、トミーさん、堅実経営でしたので、新規事業とか全部やめましょうみたいな話になってしまいまして。はい、はい。ってことでね、また第2回目のリストラがまたそこでね、私、ああ、2回目そうのだっリストたんラですになってしね。まいます。30、今度35歳なのに、ああ、そうですか。もう2年30間で2回のリストラみたいになっちゃいまして。そうだっあら、たんこですれね。は困ったなって感じになりますよね、やっぱね。サラああ、リーそうマンですとして。ね。はい。なんです確けかど、に、確かに。実は、まあ、その宝にちょうど移った年にね、たまたま社労士の資格を取ってまして。ああ、そうでしたそうか。なんですよ。そこで、あ、これはもうサラリーマンちょっとやっててもね、これちょっともう自分のね、思惑通りいかないでしょうっていうのがね、もうよくわかりましたので、身をもって感じたんで。それで、ちょっとこれでもう自分でね、これは将来開いていこうと思って、社労士としてね、実務経験を積みたいということで、さっきの、そこからベンチャー企業に飛び込んだみたいな、そういう流れだったんですね。ああ、そうですか、そうはでしい。たか。そうじゃあ過そう、去それのが、ね、はい。ご経歴をお話しいただいてちょっありとがと長うごくざいなっまちゃいます。したけど、そんな感じなんです。いや、人生じゃあ2回のそう2いった回ごも経そう。験を。まあ結構ね、波乱万丈というかね、その時はもう結構ね、大変だったんですけどね。はい。そういうそれ土を壌でね、した。バはい。レにして資格も受かられて、スタートアップの経験して規模を大きくして、で、今独立されて、そういうね、大活躍されてっていうふうに、あ、そんな、まだ南まだ。はは、ね、福岡にもお客さんいたりとか、い。おかげさまで全国にね、お客様を、ご紹介いただいてできておりましてですね。ああ、はそうい。ですよね。そういう形になっております。ああ、ね、こう、丸井のね、話聞くと、すごくね、まあ、辛いこともあるのかもしれませんけそうどですも、ね。はい。この川崎で、その丸井の、いわゆる関節棒に配属される、そうですね。というはい。ところが全て最初はきっかけなんでそうしでょうすね。ね。今のはい。仕事の。はい。もうね、全然ね、畑違いですしね。やったこともないところにポーンと行かされてみたいな。はい。いいですよ。テナントさんも、面倒見るっていうのをやってたんですそうですね。やっね。ぱりね、もう出入りが激しいわけですね。テナントさんもいろんなね、お店から、その人のやっぱいろいろね、手続きしたりとかね、しなきゃいけないしですね。まあ、結構丸いって結構厳しくて、とりあえず店舗に来たら必ず、ちょっと教育しなきゃいけないですよね、その人たち。その売り場に出る前に、なんかね、その例えばレジをしっかり打てるようにするとか、そういった簡単な研修もしなきゃいけないんで、そういうの全部ね、窓口でやってたんですね。だから結構ね、そういうのも大変でしたね。でもまあ面白かったですけどね、いろんな人とお会いしてね、確っていかうのはあにります。レジね、打てないとね、そう、入まずい金ね。もね、できないですし。そうなんですよね。いや、お恥ずかしい話、私ね、レジ打てないんですよ。やったことないんですよ。はい。いや、普通は打てないですよね。やっぱりね。最初はね。実は昨日ですね、これ収録してるのはまあ3月なんですけど、昨日私のちょっとイベントがあって、そこで誰もいなくなっちゃって、いや、レジ打てんのって言って、実はね、私あら。できないんですでよ。きない。それはそうですよ。そう、やっぱ。もう甘くっちゃって、立場立場なんで、お前できるだってみんなの冷ややかな目線が、いやー、ちょっと打てるようにして呼ぶんでってことでお話いただいたんですけど、な難るほど。しいっすよね。そうですね。で、しかも結構いろんなレジがあるじゃないですか。で、ね、丸いは丸いのレジがあるんですけど、例えば違う伊勢さんとかね、三越さんとか違う百貨店から来ても、なね、る全ほく違ど。うんですよ。だから、そうなんですね。まずそれを 教えなきゃいけないっていうね。そっから一スタート。番規模ですよそうですね。ね。そうなんですよ。そういうことをやってました。なるはい。ほど。そういそう。んなことをやりつつ、やりつお菓つ、子はい。ね、皆さんはね、玩具メーカーをね、会員制で、で、スタートアップ経験され、今はこうね、独立されて、助成金を、中心としたアドバイスされていらっしゃると。そうですね。はい。もともとその社労士さんの業務もいろいろその給与計算とか規則だったりとか、社長のコンサルだったりとか、あとそういった人事採用だったり、今言った助成金とかある中で、最初から助成金に絞ってお仕事されてたんでしょ？そうですね。やっぱりですね、その中小企業の中でも、やっぱね、小さい会社、なかなか資金というかね、お金がないところもあるじゃないですか。だから、いろいろやりたくても、やっぱり一番こうね、それがないとできないっていうのもあるんで、まあ、着目点としてはそこでありまして、なんですけど、基本的には、それはあくまでも、まあ、入り口というかきっかけでして、まあ、要するにそれを使って、会社を良くするために、例えば、ね、採用とかですね、教育するときに、それを使うとね、コスト負担も軽くなりますし、っていうことなんですけど、当然、さっきね、おっしゃられた、規則ですね、就業規則とか、そういうのは整備しなきゃいけないじゃないですか。確かに。それも本来ね、ちょっとお金いただいてやるものなので、まあ、それも、やっぱりそうすると、なんか、じゃあお金払ってまで作るの難しいなって言われるとね、やっぱ止まっちゃいますので、まあ、そういうのも全部、じゃあ、助成金をうまくね、活用すると、結局、最終的には、持ち出しなくね、体制が整えれます
よということで、あ、まあ、なるほど。そういう、趣旨でやってるんですね。なんで、助成金だけを、こう、スポットっていうよりも、助成金はあくまでも入り口で活用するためのツールです。なるほど。そういう形でやらせていただいてますね。あ、それ冒頭に実質っておっしゃったら、そういった意味があるということですね。はい、そういうことですね。結局、後から、助成金って後から結構、半年、1年後とかに入ってきますから、なるほど。最初はお金はね、どうしてもかかるんでいただくんですけれども、やっぱりそれを後からね、まあ結局、もう、例えばね、就業規則、30万円でね、こう、お金をいただいても、あとで100万円の助成金が入ってきたら、もう全然お釣りが来ちゃいますね。ああ、そうですよね。そうなんです。そういうありがたいことになりますので。なるほど、なるほど、なるほど。これ、普通の企業の方がこうやっても、はい、なかなかね、やっぱり難しいところで、はい、そこに、こう、取れるための仕組み作りも、しっかりとご支援される。はいそうですね。じゃないと売れないですよね。はい、そうですね。結局、そうなんですよ。紙だけ書けばもらえるわけではなくて、はいはい、実態をしっかりと整えることが目的でしてね。はい、で、そうですよね。はい。それをしっかりやらないと結局もらえないので、じゃあ、ね、しっかりと取り組みをして、まあ、例えば、はい、従業員さんが働きやすい環境をね、整える。はいはいっていうことをね、はい、やると、やっぱり従業員さんがね、そうすると働きやすくなるわけですから、はい、当然、ね、生き生きと働いていただいて、最終的にはパフォーマンスが上がって、売り上げにアップにつながるというのが目的ですのでね。はい。そういうことをやらせていただいてます。はい。体制も良くなっていきますよね。そうですね。はい。はい、結局ね、今なんか人が結構、なかなか採用しづらい時代というかね。なるほど、そうですよね。そうなんですよ。はい。採用をね、いくら頑張ってお金かけて取っても、やめちゃったら意味ないじゃないですか、それもね。ね、またお金かけて、そうなんです。だそうじゃなくて、まあもちろんね、採用は結構苦労するんです。採用もいろいろね、はい、やり方がありますので、はい、その辺のアドバイスをさせていただいたりとか。なるほど、なるほど。で、その人しっかり戦力化して、で、その人がしっかりね、辞めないでね、それこそね、長く働いていただけるような、はい、そういった いい会社にしましょうっていう、そういったサポートをしてます。そうでした、はい、そうでしたか。はい。今日ね、聞いてらっしゃる方はね、そのギノワンとチャタンの方、で、経営者の方も少なからずいるんじゃないかと思うんですけども、はいはい、この助成金を取得するというスキーム、はいはい、うん、一度ね、タジンさん、タジンさんですかね、はい、ちょっとあだ名でタジリンって私呼んじゃってるんですけども、全然いいですね、はい、ぜひね、お問い合わせいただいてね、はい、会社の経営に役立つだけでなく採用問題も解決する一つのきっかけになるのかなと。はい、そうですね。はい。ありますね。はい、いやー素晴らしいね事業をやってらっしゃいますね。ありがとうございます。はい。はあ、はあはあはあ、はい、今じゃあそういったことを着目性でやっていらっしゃるということなんですけども、それはすごいいい話だと思うんですけども、はい、それどうやってこう皆さんにこう、はい、ご自身を広めていらっしゃる活動って具体的に何のかとされていらっしゃるんですか。はいはい、まあやはりですね、はい、こういった、まあ、修行ですのでね、はいはい例えば、他のね、税理士さんですとかね、他の事業さんの、あ、はい、まあ、お客さんに、はい、まあ、こういうね、社労士がいるよっていうふうに、はい、間接的に PR をしてもらうっていうのが、やっぱ、有効的なので、はい、そういった事業の方とたくさんつながれるような、まあ、活動をしてですね、まあ、徐々に広げてもらっているというのが一つありますというところですかね。はいはい、なるほど、なるほど。はい、あとは、ま、ちょっとホームページを最近ちょっとね、作り直したりとかしまして。そうなんですね。はい。はい、で、そこで、ま、ちょっとね、動画を、ちょっと、この間からね、まあ、配信するようにしましてですね。ああ、はい、そうだったんですね。YouTube でちょっと、はい。そうなんです。そうなんですよね。いいタイミングですね。あるんです。で、そこでちょっと簡単にミニセミナーを、まあ、動画でね、YouTube で配信させていただいて、まあ、こんなね、はい、はい。ことを、まあ、事前に見といていただくとね、よりこうね、ご理解いただきやすくなるかなと、あと、私という人間もちょっと分かっていただけると思いますので、そういったところを、はいはい、あとそこをね、ミニ動画をちょっとずつこう、Facebook ですとか、ね、SNS でこう発信したりとか、はい、そういう活動はちょっとやってますけどね、はい、そんな感じでございます。なるほど。はい、今日のね、この動画見られてる方は、この下にこうね、出てますので、そこをね、見ていただくと、その、今のこうね、動画が見れるようになってると思いますので。はい、なっております。よろしくお願いします。素晴らしい。そこでしっかりとね、はい、学んで、はい、で、興味あったら、ぜひね、問い合わせいただいて、はい、次回ね、コンサル受けるっていうね、はい、話になっていくかと思うんですけども、はい、なるほど、なるほど。やっぱりじゃあ、その、修行の方だったり、まあ、そういった方から、まあ、ご紹介をいただくと。はい、そうです。いうのが、やっぱりこう、今の、営業スタイル。そうですね。はい。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。はあ、あまりセミナーとかそういうのはあまりやってらっしゃらない感じなんですかね。はい、まあ、動画に出せるから、はい。そうですね。以前はやっぱりね、その助成金の活用セミナーとかやってたんですけど、はい。やっぱりね、どっちかっていうと、はい、こう、多くの人に話をするより、個別にですね、はい、やっぱりそれぞれのご事情が違うので、はい、しっかりと。確かに、確かに。そうなんですね。だから個別相談を、主にさせていただいてますね。
労務系、人事系、特にそうですよね。そうなんですね。こう、個別で、まあ、場合って個別じゃないと話せないからね、もそうなんですね。なかなう。かね、やっぱそれぞれ、やっぱり状況が違いますのでね、通り一遍倒の話ではなくて、ちょっとね、やっぱり踏み込んだ話を、それぞれ、課題とかをね、伺いながら、状況を伺いながら、なるほど、なるほど。させていただくという、そういうスタイルで今はやらせていただいてます。ああ、そうでしたか、そうでしたか。なるほど、なるほど。じゃあ、そういったね、やっぱり、シーンの方ともね、こう、つながる活動もね、一生懸命されてるかと思うんですけども、結構そういった交流会とかに、じゃあ、こう、足を運ばれてたりとか、はあ、いう形なんでしょうかね。そうですね。最近は、はい。いろいろなる交流ほど。会にちょっとね、特に、やっぱ今までとちょっとね、リアル参加ができるようになってきましたので、ああ、そうリでアすルよでね、ね。やっぱオンラインもいいんですけどね、リアルでね、お会いしていろんな方とちょっと仲良くなって、そこからね、じっくりとね、こう、お仕事の話を、今度ね、ズームとかでね、やりながら、ちょっと、ネットワークを広げていくというスタイルに今なってますね。なるほど。交流会としてはもう結構入ってらっしゃるんじゃないですか。そうです。今、3つ、4つですかね。に、ちょっとリ3アつル4で、つ。なるほど、なでるすかほど。ね。入ってまなんした。か、私のプチメモによると、一つはすごく150人ぐらい集まる交流会が、なんか横浜の方にあるっていう話を。そうですね。で、そこに参加されてるっていうプチメモがあるんですけど、そそうでれすね。は本当でしょうか。それは本当です。ただ私は、その150人ぐらいの規模のところの会なんですけど、ベースを、ちょっとね、あんまり多くてもね、ちょっと話ができないので、なるほど。違う会場に今、主にしてまして、東京そうなのんです銀ね。座の方で、だいたい30人ぐらいのちょっと、なる個ほど、人なアットるほど。ホームなところに今参加してますけどね。それは選べる感じなんですそうね、ですね、選そべる。の。そうです。なるほど、なるほど。確かに150人の名刺交換となると、まあ今ね、こうデジタルがあるとは言っても、名刺は自分のが入んないですよね。そうですね。そうなんですよね。で、絶対顔と名前と一致しないなと思って、僕も同じ、そう、と思っ確かたんに、でね。確かに。とりあえず、やっぱ2、30人でちょっとね、こう、ある程度ね、しっそうかでりすとよね、ね。把握できる範囲がいいかなと思って、ちょっとそういうふうなところに顔を出してますね、今なね。るほど、なるほど。じゃあ、そこで会った方といろんな話をして、で、もっと深い話をしたい場合は、まあ、こういった、この収録形式から101という言い方するんですけど、まあ、101であったり、また2人で、こう、お食事行ったりとか、そうです、そうです。いう形が、まあ、多いということですそうね。ですね。そこから、なネットるワークほを。ど、なるほど。そうですよね。その相手の方が、まあ、見込み客になれば、まあ、一番嬉しいとは思うんですけども、その人がならなくても、その人の後ろに、その採用で悩んでたりとか、ああいう方はね、いらっしゃるとね、思うんですよね。そうですね。その時、こう、タジーさんがポンと浮かぶと、あの人繋ぐよっていうような展開になるってことですね。そうですね。おっしゃる通りです。なるほど、なるほど、なるほど。確かにそれだったら、こう、いわゆる我々が想定して、こう、営業って、なんかこうね、アピールしなきゃいけない場面って多いと思うんですけど、そういうのは全く、まあ、少しあるんだとは思うんですけど、いやー、あまりやらなくても、まあ、その交流会、その相手の方に覚えてもらうだけでも、なんかいけちゃうっていうと、すごくなんか簡単に聞こえちゃうと思うんですけど、ただそこはまあ専門的な知識もあって、信頼度が、まあ、信頼貯金って言い方しますけど、あるからなんでしょうね。ありがとうございます。そうですね。やっぱり、まずはその方とね、すごく仲良くなってっていうところは大事ですよね。まずそこを信頼関係作るのはすごく大事だと思うし。そうですよね。あとね、一個だけね、なんですよ。実は、社労一個。士のね、中で、その助成金をね、活用を推奨している社労士、すごく少ないんです、実言うと。なので、10人いたら1人ぐらいしか、10%ぐらいしか実はやってないというのが、そうすると、実は、いろんなね、修行の方とお会いしても、やっぱりね、なかなか社労士で助成金やってる人って少ないので、非常にこう、覚えてもらいやすいんですよね。だそういう部分では、なるほつど。ながっていくと、どんどんね、なるほど。お仕事につながるかなっていうのはちょっとありましてですね。そうですね。目立ちますよそうですね。ね。ちょっとおかげさまで、そういうところはありまして、やりやすくはなってますね。なるほど、なるほど。確かに、ここ最近、社労系労務士の方は、結構何人かさ、お会いするんですけど、確かに助成金に力を入れてる方は、あまり出てこないんですね。そうまあ、です私はね。まあ、タジンさんが出てくるから、いいんですけど、確かに、確かに。まあ、それをやろうと思ってるっていう社労士さんは会ったことありますけど、まあ、これからですと言ってたんで、まあ、ある意味、こう、まあ、独占業務ではないんですけど、まあ、こう、市場確保できる、まあ、分野なんでしょうね。
そうですね。やっぱニーズはすごくね、やっぱ助成金ね、そういう意味じゃ、まあ、当然返さなくていいよ、国からもらえるお金ですから、ありがたいわけで、経営者にとっては非常にありがたいと思うんですけど、やっぱり、結構、手続き自体がすごく複雑で、で、しかも、毎年毎年、助成金って変わるんですね。そうすると、キャッチアップするのもすごい大変ですし。なるほど、なるほど。はい、毎年変わりますよね、ルールがね。そうなんです。あと、問題だったのは、コロナの時に雇用調整助成金っていうね、助成金が非常に注目されたんですけど、はい、あの時に、やっぱり、はい、不正受給と言いましてですね、その割りごとしてね、申請して捕まっちゃう人もたくさん、まあ、あった、ニュースであったと思うんですけど、ああいうのは、ね、結構ね、助成金をね、やっぱり、腰引けちゃう、人も多いです。社労士でもね。やっぱり、ちょっとトラブルに巻き込まれちゃうみたいなね。そういうのもあって、だからみんなね、結構、本当はやった方がいいのは分かってるんですけど、なかなか手を出しにくいというか、そういう、そうなんですよ。だから全然ちゃんとやってればね、全然問題ないはずなんですけど、やっぱりね、ちょっとね、ちゃんとやらないとね、結構ね、変な、ちょっと巻き込まれちゃう場合もあるんですよ。リスクもある。そうなんですか、ね、そうなんですね。はい、なんで、そこをね、どう捉えるかなんですけど、やっぱちょっと、そういう部分でやらない方が非常に多いんじゃないかなっていう気はしますですけど。なるほど、なるほど。はい。一方でやらないとね、やっぱりもらわない、はい、もらえないっていうのもあるので、はいはい、そうですね。まあ、こうね、もらえるための仕組み作りですよね。はい、そこが一番、ね、大事ですよね。その、はい、返さなくてもいいように、はい、しっかりと守っていくっていうところをね、はい。すごい支持されていらっしゃる方ってことですね。はい、そうですね。はい。なるほど、なるほど。なんかね、はい、もっといろんな話聞きたいなと思うんですけど、はい、時間って早いんですよね。そうですか、ね。もうね、あっという間にこう収録時間の、ね、終わりに向かえる時間になりまして、はい。はい。もうせっかくの機会なんで、今日、これだけは、はい。言っておきたいというのがありました。はい、最後、バシッと一言。教えてもらえると嬉しいですが、はい、いかがでしょうか。はい。ね、まあ、今日、ね、いろんな話をさせていただきました。ありがとうございました。はい、でね、さっきから出てます、助成金の活用なんですけど、はい、本当に、非常にね、はい、有効な、ものですので、はい、特にね、聞いてらっしゃる経営者の方がね、いらっしゃいましたら、はい、本当にね、しっかりやればね、すごく会社にとって有益だと思いますので、はい、しかもまたね、年度、今度ね、4月から変わりまして、新しい助成金が出ますので、そうですね。はい、ぜひ、ちょっとね、やってみたいなという方いらっしゃいましたら、ぜひね、はい、ご連絡いただけますと幸いでございますので、どうぞよろしくお願いします。ああ、もう皆さんね、もう法律も変わって分からなくなりますので、そうですね、その時はもう専門の、はい、助成金専門の、タジさんに、ぜひともご相談いただけると、はい、いいかと思います。よろしくお願いします。はい。はい。いや、いい言葉いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はお忙しい中、お越しいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。話したいネームはまたパート2、パート3が、またありますので、その時に。あ、そうですか。はい。よろしくお願いします。お呼びしますので。ぜひよろしくお願いします。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、失礼いたします。失礼します。ありがとうございます。